サンジャポ弁護士も死者、ダウンタウン松本人氏 VS 週刊文春5億円裁判、電撃和解決着病読みか復帰に向けた調整も、ダウンタウンの松本人氏60が自身の女性問題を報じた週刊文春の発行元である文芸春秋などに名誉を毀損されたとして、5億5000万円の損害賠償などを求めた裁判、 8月14日に行われる予定だった第2回弁論準備手続きが延期となって、物議を醸したが、ここに来て事態が一気に動く可能性があるようだ。弁論準備手続き延期の理由は明らかになってはいないものの、文春側の北村陽一弁護士は、裁判所が決定したんです。と東京地裁からの提案だったと明かしていた。また、 北村弁護士は第2回弁論準備手続きにあたって、証拠は20個ほど提出した、と説明。記事内で松本に男女の関係を強要されたと主張する A 子さんらが出廷する、可能性について、それはあるでしょうね、とコメントしたことも話題を呼んだ。文春側が20個もの証拠を提出、A 子さんが出廷する可能性もあると言いますが、 実は松本さんと文春側が和解に向けて動いていると言われていて、早ければ9月の早タイミングにも結論が出るのではないか、とも囁かれています。関係者の間では有名な弁護士の見解がかなり話題になっていますね。ワイドショー関係者、サンデージャポン TBSK などの番組にコメンテーターとして出演する細野厚弁護士59は、 8月28日に自身の YouTube チャンネルを更新して松本の裁判に言及。土がないで細野弁護士は8月中に和解ができるのかどうかってところじゃないですかね。水面下で進行している和解、合意の話がそんなに長くは引っ張れないと思うので、とし、両者が和解に向けて動いていそうで和解が成立する可能性が高い、と見解を示した。 細野弁護士は今回の裁判に直接関係があるわけではありませんが、優秀な弁護士として知られた存在です。そして、細野弁護士の今回の見解は鋭い、芯を食っているようだ、とも言われていますね。細野弁護士は動画内で、文春サイドの考えなども推測した上で、8月14日の第2回弁論準備手続きが直前に延期になり、 さらに次の日程が決まっていないことが和解に向けて動いている。そしてそれが成立する可能性が高い根拠として述べています。全道細野弁護士が語ったように和解に至るとなれば、気になるのが松本の復帰のタイミングだろう。松本は3月25日に X、旧ツイッターを更新し、理を笑わせることを志してきました。 たくさんの人が自分のことで笑えなくなり、何一つ罪のない後輩たちが巻き込まれ、自分の主張は書き消され受け入れられない不条理に、ただただ困惑し、悔しく悲しいです。世間に真実が伝わり、一日も早く、お笑いがしたいです。と綴っていた。できるだけ早く復帰したいという思いが強いことが伺える。民放キー局関係者は言う。 文春との裁判に動きが出てきたからなのか、松本さんの復帰に向けて、徐々にではありますが、関係各所で調整が進められていると言います。特に、スポンサー絡みのところでは慎重な調整が必要ですからね。和解後には復帰への動きが一気に加速するでしょうし、かねてより出演できるのかどうか注目を集めていた M1 グランプリ。 ABC テレビテレビ朝日系への出演が叶う可能性も高そうです。キング・オブ・コントや R-1 グランプリなどお笑い賞ーレースは数をあれど、最大かつ圧倒的な影響力を持っているのが M1 だ。M1 がこれだけの権威と影響力を持っているのは松本さんが審査員としていること。松本人志と,という看板があるからですよね。 芸人の間では松本さんに出てもらいたい、審査してもらいたいという話が盛んにされていましたし、お笑いや芸人を愛している松本さんとしても、M1 には間に合わせたいという思いが強いと言われてきました。9月早めに和解に至れば、年末の M1 への出演は実現するのではと、全度松本は1月8日、文春との裁判に注力するため芸能活動を休止。 X に事実無根なので戦います。それも含めワイドナショーでますとポストし、徹底汚染の構えを見せている。一方の文春側も引くつもりは一切ないはずだ。7月11日発売の週刊文春では、松本側の田代正弘弁護士による A 子さんに対しての出廷妨害疑惑があったこと。 探偵を雇って A 子さんら被害を訴えた女性らを尾行するなど、日常生活を探っていたと報道。多大弁護士と彼が所属する、ヤ重ス総合法律事務所はこの記事に徹底的に反論。さらに田代弁護士側は、同記事における文春サイドのおとり捜査ならぬおとり取材疑惑を主張するなど、松本側と文春側とで法廷外の乱闘騒動も巻き起こったほどだ。 松本と文春の裁判と並行して行われている。松本が参加した飲み会に女性をアテンドしたと、フライデー、講談社に報じられたクロスバー直撃の渡辺センス40が、同氏の発行元の講談社を訴えた裁判。8月26日に弁論準備手続きが行われたが、渡辺は同日には X を更新し、裁判の進捗や講談社側の対応への怒りを綴り、 松本がすぐにリポストしたことも話題を呼んだ。渡辺さんの裁判の行方も気になるところですが、松本さんと文春の裁判は、松本さんが徹底的にやると宣言して始まった裁判ですし、文春側も5億円以上を請求されている。双方とも負けるわけにはいかない。そんな裁判が和解へ至るのか疑問に感じる人も少なくないはずです。ただ、 細野弁護士が見解を出したように一気に和解に至る可能性が出てきたと、その裏には松本さんの復帰したいという思いが大きいことがありそうだと言われていますね。もちろん松本さんとしては間違った記事を出されたことに納得いかないという気持ちはあるのでしょうが、それ以上に早く復帰したい、お笑いをやりたいという思いが強いのではと見られています。